空と海が触れ合う彼方。私ね、パパとママがなくした宝物を探しに小笠原へ来たの。エミリーが島に来てから大騒動の毎日よ。幽霊船探しを手伝う羽目になっちゃって、あの子ってばほんと台風みたいな子よ。人生はアドベンチャー、私きっと見つけてみせるわ、海の底に眠る宝物を。